抱えてく十時過ぎのコンビニエンスストアで僕はネジを打ちながらお疲れって声をかけるだけ。この春上京の一年生、彼とは遠距離続いてるなんて笑う君がいい。例えばさ、僕が死んでも君の一日はいつも通りに過ぎるんだろう。せめて涙の一粒でも落としてくれる存在になれたらいいのにね。近くて遠いただの One of them だから。壊れてんのか、突然水になる。震えるような時間でさえ君のこと忘れるには足りない。東京へ出てきて14年、夢は大きくこの胸に、なんてきとっても寒いだけ。例えばさ、僕が夢を諦めるって言っても君は何もとどめはしないんだろう。せめて夢を諦めるなんて叱ってくれることはないだろうけど、この夢に近づこう、夢を叶えてみよう、寂しさの力でさ。Yeah.